人の命運は天に輝く星が示す。世を騒がした黄巾の乱の首謀者張覚はその肖像とともに消えました。しかし戦乱は続き、大地から死の匂いは消えません。戦乱の元凶となっていたのは私欲に走る高官たち。その元凶を断つため英雄たちもまた動き出します。帰ったのかい校長、老子が心配していたぞ。お客さんかい？珍しいね。うん、そんなところ。ごめん、急いでるから。老子様、老子様。山に妖魔が現れてね。老子が調べに向かったよ。ありがとう。老子様が心配だわ。でも山に行くのならしっかり準備しないと。